お醤油入れがなかったので、今日100均の方に行ってみたんですけど、キャンドルとダイソーって言って、結局両方見てこのタイプにしたんですよ。これっていうのがなくて、ちょっとこれにしてみようかなと思って買ってみました。これ瓶でキャップがあるタイプなんですね。ここはどうかなと思ったんですけど、今お水で試したところそんなに垂れる様子もないので、ちょっとなんか若干たくさん出るかなっていう気はするんですけど、蓋があるっていうことでこれにしました。なんかね、今幼かったらこう倒しても出ないタイプとかあるみたいですけど、よく倒すんでね、これ で、このすごく重いんでウェイトがあって倒れにくいんじゃないかなっていうことでこれを買ってみました。ちょっとお醤油を入れてみたいと思います。これがね、醤油差しがないとやっぱり不便なんですよね。この大きいのでそのまま入れると こんな感じですね。ちょっとしばらく使ってみたいと思います。お水、蛇口にやるこれですね。蛇口のところをシャワーにするやつなんですけど、ここがもうシャワーじゃないと絶対嫌なんですね。どこに引っ越しても。海外だとこれ、スイッチして変えたりとかできる。ほとんど全部スイッチでできたと思うんですけど、ただつけるだけっていうこのチープさがすごいよくって、日本に短期間住んだこともあるんですけど、日本に来るともうまず胃の一番にこれ買うんですよね。で、ここはね、なんかこれ大きさが大きくってこれつけられなかったんで、もうハサミでこの中のところを切ってなんとかつけれました。息子がね、発見したんですけど、ここのコンセント UR のアメリカのね、プラグもさせるんですよね。これ3つ穴があって、こっち側がちょっと大きいんですよ。左側が大きくて日本の普通のには入らないんですけど、これ問題なく刺さるんですよね。ここの3つ穴があるのも全然知らなくてですね、まさかこれが使えると思ってなかったので、ここに刺すパーツを必死で探してたんですよ。アマゾンで買ったんですけど、間違えたやつを買ってしまって、ここに取り付けて日本のコンセントに合うようにするのをずっと探してたんですけど、見たらお部屋の何箇所かがこのアメリカのやつもさせるやつなんですよね。そう言われてみればですね、この団地の周りでよくね、白人の人を見るんですよね。なので外国人の人も住んでんだろうねなんて子供と言ってたんですけど、本当にちょっとびっくりでした。材料を実家の方から大量にもらったので、豚汁を作りたいと思うんですけど、この今ちょっと洗ったんですけど、アメリカのスロークッカーがあったのを思い出して、で、まあコンセントもさせるので、これでね、お鍋代わりに、今お鍋がちょっとなくてフライパン2個しかないんで、量がね、本当に作れないんですよね。なので今日はこれを使ってね、豚汁を作ってみたいと思います。まずはクッカーの中にちょっとね、軽くフライパンで茹でました豚肉を入れます。それでですね、今日の材料なんですけど、これちょっと全部入るかなと思うんですけど、これぐらい切りました。豆腐とこんにゃくと人参、里芋、さつまいも、しめじですね。大根はありません。この前大根入れたら硬くて美味しくなかったので、ちょっとこれをね、本当は順番とかね、順番とかあるんでしょうけど、もうちょっとスロークッカーなんで、あとそれと油揚げとごぼうも入ってます。フライパンだとね、やっぱこんな入らないんですよね。
ので、こっちの方がね、 これもあんまりね大きいサイズじゃないんで入らないんですけど、まあ、若干マシかなっていう感じですね。あ、若干マシですね。こんなに、2つともね持ってるフライパンはもうこんなに入らないと思うので、お水の方を入れたいと思います。本出しもですね、送ってきてもらったのがありました。買ってなかったんですけど、なのでちょっと適当ですね。適当な男の料理って感じなんですけど、これでね、どんな感じになるかちょっとセットして置いてみたいと思います。これで、こうして、台も今ないので、このまま床に置いて、一応、ハイとローしかないんですよね。ハイかローかなんで、ハイの方にしてちょっと、これでしばらく煮込みたいと思います。今ね、20分ぐらい経ったんですけどね、ここに触るとすごい熱いんですけど、まだ沸騰してないですね。もうちょっと待ちます。何時間も経ったんですけどね、なんか電圧が違うみたいで、アメリカは割とすぐ沸騰するんですけど、なかなか沸騰しないですね。で、ちょっと時間をかけて、今味噌を入れました。んですけど、なんとかできました。ちょっとね、かなり時間見ないとダメですね。晩ご飯ができました。豚汁とらっきょうとシューマイと卵焼きです。まああのあるものだけなんで質素ですけど、今日はこれが晩ご飯です。